おはようございます。ちょっと水持ってて。はい、寒い。お腹空いたよ。本当だ。最近暖かいからいいかなと思ったけど、やっぱ必要だね。お腹弱いし。あそこに猫ちゃんが日向ぼっこしてるよ。あ、本当だ。かわいい。からの寒さとか暑さダイレクトに当たるもんな。うん。ケツ可愛くない？可愛い。ケツ猫ちゃん。ピンと。おむつ？おむつって。あ。そんなもんでしょ、ポケモンの。本当にショックでかい。ポッチャマよりかはマシです。いや、ポッチャマの方がまだマシに感じる。ポッチャマがエンペラみたいな。いや、エンペラの方がどこら、もうやべえもん。エンペ育って。俺、こんな土建のおっさん育ててたのかみたいな感じだ。あのつぶらな瞳がどうやってこの散髪なの。あれどこだ。腕力。腕力なんだろうね。どういうことだよ。腕力、怪力より広い。腕力、合力、怪力。コロコロしてない。コロコロ。柔らかいってこと？うん、なんていうの、ちっちゃいのがコロコロみたいな、うん、お腹の調子的なものかな。今なんか、それがね、あったら足なんだよな。ちょうど見えない。25分か。ついたなったよ。すげえ残骸。今日誰か自分の皿をさ、くすがせるのとさ、くわえてた腹ついたんだけど、朝うん、なんかどう見ても明らか 100% カラスバラでいいんだよ。
が心配だね、うん、勝手に餌あげる人がいるから、うん、自然が壊れてる。遠くな、お前すげえな、出初めしながら嗅いでる。じゃあ、あーやっぱ7時間睡眠だな俺。6時間でも足りない気がする。もう今すでに今日足りてる。日曜日はだから6時間寝ないとダメ。じゃあ7時間、10時寝ないとダメか。5時だったら、5時半か。出初め式5時半だったら何時に寝ればいいの。11時早っ。じゃあ10時半だ。10時半に寝ないとダメってけど。きつい。10時半睡眠はきついな。朝ね、辛いんだよ。車出勤好きなんだけどさ、5時半になると間に合わないマジ。あ、じゃあ6時か。6時になると間に合わないもん。うん。おむつま。まだ37歳だからいいけど、これ年取ったらきついぞ俺。いや、ほとんどだから上司もさ、多分相当しんどいと思うよ、場所によっては。うん。誰が一番遠いんでしょうね、車通勤。ね。1時間ちょっと遅らせて6時半で9時出社でもいいんだけど、ますます混みそうじゃん。そう、8時出社に向けての5時半、6時か、うん、6時の方がまだまだマシだった感じになるじゃん。6時半はまだいいけど、7時8時で一番最悪だよ。そう、それだからあんまり出社率が下がってるとは言っても、うん、そんなに多分変わんないと思う。出社率があっちの側なんかあれはねえ、ちょっとお前で家に帰らようかな。え、お前には家帰らよう。ちょっと受けた今コップ。いや、この状態で後ろ足浮いてたよ両方。こいつ変な子。5時半の6時過ぎしてみんな、うん、10時間寝ないと生きていけない。いいや、寝れば寝てもいいよ。ごめん、あなた寝てるけどね結構。飛び飛び寝てるから寝てる人なんだよ。いやいや、飛び飛び寝てても全然変わんない、同じだよ。しんどい。いや、だけど、睡眠が浅いから、いや。関係ないや。ないない。病気はないと思ってる。あるだけで、ね、眠気がすごいになっちゃう病気。ん？眠気病気あるじゃん。どんな寝ても眠気が取れない病気。な、なんけ。ナプロなんとかって出てる。最近はひどくなったんだよね。そこまででもなかった。いや、あれはね、違うよ。あれひどいやつもう普通に寝るから、押し。てるよ、歩いててなっちゃうと。でもちょっとの、今までなかったことが突然なんかちょっとの変化って危ないんだよ。気をつけて。30分か。ポリス。かわいいな、お尻。いいね。じゃあ戻るか。これぐらいのもちゃもちゃ感でもいい。ちょっとだけ広。仕事してますね。すんげえいるな、あそこに、ね。すんげえでもなかった。4羽だと。オスメスなのかな。わかんない。じゃあ俺も行こうみたいな感じで。わかんない。つらいかもしれない。
広いよな、この公園。なんかこの公園、たまに豪華に感じる。そう？うん。ゲートボール。月曜日会議か。あ、出る。これまた出るんじゃね。あ、おしっこ。そうかな、おしっこかな。うんこだぜ。ああ。出初め式でうんこするのすごいな。いやもう出初め式の時それ出初めれてないよ。出てないですよ。本当に。コロ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 ってコロ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 じゃあ戻るか。うん、疲れた。疲れたか。今日は何行こう。今日も白子食おう。顔が白子になってきてるじゃん。よくわかんないけど言ってるよ。顔が白子みたいになってる。結構わかんない。何を。顔が白子みたいになっちゃってるじゃん。ポップ？なんだろう。じゃあ戻るか、ポップ。いい。じゃあまたお昼行こうね。はあ、幸せ。はい、抱っこ？抱っこなの。抱っこにゃんにゃん、抱っこだって。抱っこ？抱っこなの。俺のとこ全然向いてねえし。いいねえな。ポペ君抱っこしようか。ほら、尻尾全然動かねえじゃねえか。あ、ちょっと、あ、喜ばせろよ、お前。ポペ、抱っこしようか。抱っこ。こっち。ちょっと、抱っこ？おめえじゃないんですか、お前。抱っこだって。ポペ、抱っこ？あ、興味の顔なんだ、これ。抱っこ、はい、はい、抱っこ。あ、お前じゃねえんだよな。興味の顔。あ、でも足が近くにいるから、そこまで興味ではねえな。じゃあ帰るか。すごいよ、ポペのこの。一番誰が好きかっていうの分かる瞬間。超潮太陽だ。潮、本当潮太陽。あんなにおやつとかさ、海にあげさせてんのに、太陽やっぱ塩になっちゃうんだな。まあ俺そういうポジショニングだから。ていうかもうしょうがないんだと思うよ。一番必要な時期にいなかったから、君はどうしても仕事で。まあね。その間ずっとうちがいたから、なんかママなんだよ、私が。それはもうね、人間でも誰でも一緒だと思うと。夏季度合いは。まあ本当、一日で。まあただ、もうちょっとつけないとなって思うのが、君がご飯食べてるときに取ろうとするとこ、あれダメなんだよ。あの行動は結局君のことを同等か下に思ってるわけじゃん。じゃあ